グライダーの全日本大会が竹田市で始まり、大学生が飛行技術を競いました。大会は標高800メートルにある竹田市の九十滑空場で開かれ、全国の20の大学から学生35人が集まりました。エンジンがないグライダーは自然を相手に頭脳を使う格闘技と言われ、地形や風向きなどを見ながら上昇気流に乗せて飛ばすスポーツです。滞空時間や高度、安全な判断ができていたかなどで採点され、順位を競います。九十滑空場は地形に起伏があり、上昇気流の変化に対応した高度な操縦技術が求められるということです。大会は27日まで開かれます。